それぞれの方がこうお持ちの練習方法っていうのを伺いたいんですけれども、オリジナルの練習方法、ね、オリジナルの練習方法、あ、柏原くんある？僕はそうですね、あのバスフルートでハーモニクスとかよく練習します。あんまりみんなやらないと思うんですけど。持ってないもんね。なんか生徒さんレッスンしててつくづく思ったのが、結局繰り返しだなと思って、曲をやってできないと思ったら、ここをゆっくりなんかもう2万回とか練習するすればいいじゃんっていうレッスンしてるの気づいて、うん、なんかこれ以上言うことないんだなと思うと、結局一つのモチーフを繰り返してやるだけ、これが大事な練習法の最初で最後、それ以上でもそれ以下でもないんだなと思いました。っていうつまんない答えしかない。やっぱね、一番いい練習法は楽器をしまわないことだと思う。要するに歌って圧倒的に表現力が高いじゃないですか、ね、なんかアーティストの、ね、歌った曲をフルートでカバーした時に全然こう、ね、歌と比較にならないぐらいになるでしょ絶対。それなんでかっていうと、声は日常生活でずっと使ってるからなんだよね。だから人を怒る時も泣く時も全部フルートで表現してたら表現力って絶対つくはずだから、確かに確かに、ずっとフルート吹いてるやつが一番うまいと思う。いやでもそれはそうかもしれない。助けてーって、トゥルル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 って言ってんだから、その時はそう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 ね、ルルルルル。斉藤和志さん、我々の兄貴ですけども、うん、まあ、あの私たちのフルート部屋に行くと、彼は芸大フィルハーモニアだったからいつもいるんですよ、うん、いつもフルート吹いてたのを覚えてます、うんうんうん、で雑談する時もフルートをこういう風にやって吹いて、で吹く曲はジャズだったりたわいもない曲だったりするんですけど、で片付けて帰るみたいな、うん、そうでしたね、もう手足でしたね。だからもうそれに尽きちゃうよね。楽器が特別なことじゃなくて、うん、反射神経の中にも入ってるってことが大事だとすると、やっぱもうずっと持ってる人は一番うまい。でもそれだけ好きっていうことですもんね。やっぱ楽器好きじゃないと持っててしんどいですから。いやーね、だからもうそういう体に改造されればいいんですよ。24時間フルート生活ちょっと試してみたいですね。あ、山手線とかもこのままずっとガタンガタンと。いやそれでこうやってスマホずっといじってる。体壊しますよそれは。もうすぐ、うん、絶対もう腰痛くなりますよ。でタクシーとかでもあの有楽町行ってください。いや本当でもそうだと思うよ。結局もうコミュニケーションじゃないですかね、音を使って何かをするっていうやつだから、うん、そうですね。したらね、やっぱいざという時はみんなフルート取って喋ると思うから、ね、その時点でもうフルーティストじゃないんだと思う。偽フルーティストなんですよ。